この9点のうちちょうど2点を通る直線は存在するか？え？ある、よね？そうだな。じゃあ、そういう直線が存在しないように点を配置できるか？こう？確かにそれでいいが、全部が一直線上にはないようなパターンを作れるか？こうかな。いやダメだった。こう？いや、これもダメだね。こう？いや、ダメ。すべての点が一直線上にある場合を除くと、平面上に有限個の点があるとき、そのうちちょうど2点を通る直線が必ず存在することを示そう。やっぱり無理だったんだ。さて、これらの点のうち2点以上を通る直線と、その直線上にない点を選び、点から直線までの距離を計算する。というのをすべての直線と点のペアに対して行い、距離が一番短かったペアを選び出す。同点だったら？距離が一番短いペアならどれを選んでもいい。ああ、見やすさのために点を直線から離すぞ。いいよ。さて、この直線が3点以上を含むと仮定する。直線は、この垂線の足で2分割されるが、そのうち片方は2点以上を含む。よな？ 3 つ以上あるものを2つに分けたんだからそりゃそうだね。あ、3点しかなくて垂線の足と点が被ってたらどうするの？その点はどっちでもいいから片側に所属させる。さて、片側に2点以上あるうち垂線の足から遠い方の点と、この点を直線で結んでみる。この図で、何かに気づかないか？何か？距離が最小になるような直線と点のペアを選んだこととの矛盾。え？ああ、こっちの方が近い。というわけで、この直線が3点以上を含むというのは嘘。最低でもこの直線は2点しか通らないんだね。よかったらチャンネル登録お願いするぜ。ご視聴ありがとうございました。